算数理工学の授業を始めていきます。第13回目で、あと、今回含めて2回になるんですけども、最後の2回はこのマルコ・フォレンサという話をしていこうと思います。で、まあ、今回は基礎の方ですね。で、次回が発展という形になって終わりになります。で、今日の目標はですね、このマルコ・フォレンサについて、まあ、以下のことができるようになると。まず、そのマルコ・フォレンサの表現。そして、この水位行列と状態遷移図というのがあるので、まあ、それを使えるようになること。でですね、二つ目。このマルコ・フォレンサではですね、この時間発展というのは重要なんですけども、そこでこのチャップマン・クロモグロフ方程式という呼ばれるものがあります。で、これをちゃんと用いることができるようになるということです。で、三番目はですね、このマルコ・フォレンサというものは、このまあ時間発展を表現しているわけですけども、そこでこの定常分布っていう概念が出てきます。で、それとですね、このマルコ・フォレンサの極限。というものもなんかあるんですけども、これはちゃんと正しく関連付けられるということが重要です。でですね、この授業、まあ、今回と次回になるわけですけども、このマルコ・フォレンサというものを扱うときにですね、一応ですね、この2つの授業で扱うものは、ここで言っているこの政治ですね。政治離散時間有限状態マルコ・フォレンサと呼ばれるものです。で、まあ、一応ですね、まあ、そうでないものももちろんあるわけです。つまり、この政治に対応する、まあ、対義語というか、まあ、対応する逆のものというのは非政治になりまして、まあ、離散時間の、まあ、対になるのは、連続時間。でして、有限状態にまあ対応するのは無限状態ですね。だからですね、例えばですね、まあなんか、政治、連続時間、有限状態、マルコ・フォレンサというものも、まああるかもしれませんし、政治、離散時間、無限状態、マルコ・フォレンサというのもあるかもしれませんし、非政治、連続時間、有限状態、マルコ・フォレンサ、なんかかっこいいですね。まあ、組み合わせによっていろんなものがあるかもしれませんけども、この講義、今回と次回扱うものは、この政治離散時間有限状態マルコ・フォレンサと呼ばれるもので、まあ、このマルコ・フォレンサを考えるときにはですね、最も基本的であって、なおかつ、簡単なものになります。で、まあ、それをやっていくということになります。まあ、特にですね、この離散数理工学という授業では、この離散数学を使うという立場で話をやっているので、まあ、連続時間は使わないと。で、まあ、無限状態でも離散ってことはあり得るんですけれども、有限状態であります。ってことになります。はい。ではですね、どういうものを扱いたいのかってことの例を見ていきましょう。で、やりたいことはですね、時間発展です。だからその時間を伴ってですね、どん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 なんかいろんなものが変わっていくということを考えたいということです。で、まあ、そういうような形でですね、モデル化される、あるいはその解析されるような、事象とかですね、いうものはたくさんあるわけです。世の中で起きている現象とかですね、そういうものはたくさんあるわけです。で、特に、この時間発展がですね、確率によってモデル化されるものを、考えたいっていうのが、今回、そして次回行いたいことになります。で、そのような例として一つここに挙げているのが、この株価というのをですね、まあ、これ、株価のまあチャートっていうんですかね、そういうものをこの表している、これ、ここ6ヶ月ぐらいの。チャート、これ日経平均ですね。を表してまして、まあ、このなんか上下している様っていうのはよくわかるんですけれども、これはですね、まあ、一応、我々のですね、今のところ、この理解をですね、割とこの超えてるような現象を見せているわけなんですけれども、今のところですね、こういう、現象をモデル化するときに確率を使っているということになります。その確率的に決まると、時間発展するというふうに考えているということになります。で、これ株価です。ですね。で、もう一つ。まあ、ここ天気っていうふうに挙げてるんですけども、まあこれ天気、これ昨年の11月と12月、東京の都市部の天気なんですけれども、まあ曇りだったり晴れだったり、まあ、雨だったり、雨のち曇りだったり、そんなこといろいろとあるわけですね。で、まあこういうのはですね、まあ、いろいろ言い方があるかもしれないけど、物理学の法則にのっとって考えるんだというとですね、まあこういうマクロな現象っていうのは割とこの、決定論的に決まってるはずではあるとは思うんですけども、なかなかそうとも言えなくてですね、例えばなんかその降水確率とかっていうのを我々、よくその天気予報とかで目にするわけですけども、そういうふうにですね、次の日の
天気とかっていうものをですね、そのまあ確率的に予測したりですね、そういうことを、考えることになるわけです。そういうところでもやっぱりその確率を使ってモデル化したり解析したりするということになっているわけです。で、なので、だからこの現象自体はですね、その決定論的に起きているかもしれませんけども、今のところその我々の理解そこまで追いついてなくて、まあ、確率的にモデル化したり、解析したりしているということになってたりします。で、まあ、今からはですね、この天気の例をちょっとですね、使って、まあ、架空の例なんですけども、まあ、わかりやすいというか、想像しやすいかもしれないので、ちょっとそれで、考えてみましょうということになります。はい。で、まずその、天気の例を使ってですね、マルコ・フレンサの、例としたいと思います。でですね、ある街の天気、これ架空の街なんですけども、その街はですね、天気はですね、晴れか曇りか雨のいずれかであるというふうに、思ってください。だからちょっと今、この都合上ですね、その、まあ、問題を簡単にするためにそういうふうにちょっと、単純化してます。で、まあ、今後その F とか C とか R とかっていうふうな、記号で書いていきますけども、まあ、晴れっていうのはファイン。で、曇りっていうのはクラウディ。雨ってまあ、レイニーなので、まあ、その頭文字を取って、こういうその、ラテン文字、一文字で表しているというふうに言おうと思います。今からちょっと、いきなり余談を1分ぐらい言います。今、このなんか F とか C とか R っていうのは、今このラテン文字一文字っていうふうに言ったんですけども、よくですね、皆さんこういうのをですね、アルファベット一文字っていうふうに、一文字とか一文字っていうふうに言うことがあるかもしれません。でも、この表現はですね、あんまり良くない、正しくないというか、まあ、良くない表現だと思います。なぜかというとですね、アルファベットっていうのはですね、これ集合を表す用語です。皆さん、アルファベット、ウィキペディア、この2023年1月何日時点でですね、英語の方を見てもらうと、アルファベットっていうのは文字の集合であるって書いてあります。だから、この F とか C とか R とかいうもの、その一文字がですね、アルファベットっていうわけではないわけです。だからどちらかというと、まあ、F とか C とか R っていうのは、まあ、ラテン文字。ラテン文字とかですね、まあ、英字とかですね。まあ、そんな形で表現されるべきものではないかなっていうふうに思うので、なんかアルファベット一文字とかですね、そういう表現はあんまり行わない方がいいと思いますけども、世の中はそういう表現をね、なんか使ってしまったりすることが多いと思うので、まあ、皆さんは気をつけてください。はい。それは置いといて、今この晴れ、曇り、雨っていうのを、fine, cloudy, rainy という形で FCR と表すことによって、この街の天気を表現することにしましょうと。で、この街の天気はですね、毎日確率的に変わる。というふうにします。まあ、これ架空の街なので、そういうふうに思いましょうということですね。で、どういうふうに変わるかっていうと、前の日の天気だけに依存して、次の日の天気が決まるっていうふうな変わり方をすると。で、ここに書いてあります。その、採用が。例えば、晴れの日の翌日に天気が晴れである確率っていうのは2分の1ですね。で、晴れの日の翌日の天気が曇りである確率が3分の1。で、晴れの日の翌日の天気が雨である確率は6分の1。こんな感じですね。ですかね。で、まあ、全部読みますね。曇りの日の翌日の天気が晴れている確率は3分の1。曇りの日の翌日の天気が曇りである確率は3分の1。曇りの日の翌日が天気が雨。もちろんですね。曇りの日の翌日の天気が雨である確率は3分の1。で、雨の日の翌日の方が、この3つですけども、翌日が天気が晴れだっていうのは4分の1。曇りの確率が2分の1。雨の確率は4分の1。という形ですね。で、これ言いますと、まず注意してほしいんですけども、今日が晴れの場合、翌日が何になるかって書いたのはここです。で、今日が晴れだったら、翌日は晴れか曇りか雨のどれかになるわけです。ということなので、ここの確率を足すと1になって値できません。で、実際に足してみると、これ1分、あ、2分の1プラス3分の1プラス6分の1なんで、これちゃんと1になってますね。ですね。だから、今日の天気晴れの場合の明日の天気なんでしょう。で、確率をちゃんと足すと、これ、ちゃんと1、若い1になるってことですね。それはですね、今日の天気が曇りであっても雨であっても同じである必要があるわけです。同じであるとどういう意味かっていうと、今日が曇りであるとき、明日の天気は何でしょうっていう確率の和を取ってみると、これ3分の1プラス3分の1プラス3分の1で、やっぱりここも足したら1になってると。ですね。で、雨の日のところですね。今日が雨だったら明日の天気何でしょうっていう確率、これ足してみると、これ4分の1足す2分の1足す4分の1。で、これやっぱり1になってると。いうわけですね。ということで、今日の天気は何であろうと、明日の天気が何であるかという確率を足したらちゃんと1になるっていう、その確率のですね、その基本的な法則をちゃんと満たしているように、この確率が定まっているということですね。これは確認してください。それで、この時に、じゃ今ですね、考えたい問題として次のようなことを考えましょうという問いですね。問い。今日が雨であるとき、2日後も雨である確率はどれだけか。
で、これはですね、実はここに書いてある情報脇から計算ができます。で、それをですね、やってみましょうということになります。はい。じゃあ、まずですね、こういう状況、今このなんか9行でですね、頑張ってこう書いてるんですけども、これがもう見にくい、しょうがないんで、ちょっとこれをですね、いろんな、別の表現の仕方をしましょうということをします。で、よくある表現、それがですね、この行列で表現するです。で、今ですね、取り得る天気がですね、晴れ、曇り、雨だけなので、その晴れ、曇り、雨に対応する行と列があると思ってください。それで、例えばですね、今ここにこう3分の1っていうものがあります。これはですね、この P という行列における C 行 R 列の、値になってますね。で、これは何を言ってるかっていうと、この行列はですね、行から列へ推移すると見てください。つまりですね、この3分の1っていうのは、C から R になる確率は何でしょうということを表していると思ってください。つまり、今日の天気が C であるとき、明日の天気が R である確率は3分の1ですというふうに読んでほしいということになります。で、これはですね、前のページの、に書いてあった確率と同じなんですね。ちょっと見てみますと、前のページに戻りますと、ここですね、曇りの日の翌日が、ここが、曇りの日の翌日が雨である確率は3分の1であると書いてある、ここと同じになると。という形で、それ、今ここにこの9個の数値が書いてあるんですけれども、それに対応するように、こちらの行列の各成分が決まっているということになります。よろしいでしょうか。で、このようにして、先ほどその9行書いてあった一つ一つの確率を、この 3×3 の行列表のように、まとめて書くことがよくあります。で、行列っていうことはですね、これはなんか、ただ単にこう表にして表しているだけではない、利益というのが、ご利益というのがですね、今後出てきます。で、それは、今から、見ていくことになります。で、これはですね、行列を使って表現したんですけども、ちょっと別の表現もしましょうと。で、それがですね、このような、この状態遷移図と呼ばれるものです。で、これはですね、有効グラフです。有効グラフなんですけども、どういう有効グラフかっていうと、頂点に対応するもの、これがですね、取り得る天気、この場合の晴れ、曇り、雨、F、C、R ですね、なってると。で、この矢印、ここですね、有効辺というのがあるんですけども、これはですね、何かというと、その状態遷移がですね、この始点から終点に向かって行われるということを考えています。例えばですね、今この F から R に向かって、こういう矢印、わかりましょうかね。F から R に向かって矢印が書いてあって、ここにですね、6分の1という数値がついています。で、これは何を意味しているかというと、今日の天気が F、晴れであるときに、明日の天気が R という、雨という形になる確率が6分の1ですというふうな意味合いだと思ってください。いいですか？そうするとですね、ここにはですね、全部でこう1、2、3、4、5、6、7、8、9個の数値がついていて、これが先ほどですね、その9行のにまとめられていた確率、あるいはその 3×3 の行列にまとめられていた確率に対応していることになるわけです。よろしいでしょうか。で、このような形で表現することもあるということになります。で、これ状態遷移図と呼ぶということになります。で、これはこれでご利益があるということになります。で、それでですね、先ほど言っていた計算したいもの、これは何かというと、こういうふうに書けるんですね。今日が雨であるという条件のもとで、過去が雨になる確率というふうに見れるわけです。ですか？で、この確率を求めましょうということで、で、これはですね、ちょっとじゃあ今、この状態遷移図が、今考えている状況を表していると思って、これ計算しましょうと。でですね、これはですね、確率の法則を使っていると計算できます。なぜかと。まずですね、この確率、今ここに書いてますけど、これはですね、ここに書いてあるように、書けます。で、これ何なのかというと、今日と2日後、の天気の関係をこの条件付き確率は書いてるんですけども、その間にですね、今日から見て1日後の天気が何であるか、それはですね、晴れか曇りか雨であるかの3通りなんですけども、その3通りを使ってこの3つを倍分けしましょうというふうに、この確率をですね、分けています。で、どういうことかっていうと、今日が雨であるという条件のもとで1日後、が、晴れか曇りか雨かで場合分けをして、それをですね、この一つ一つのこの項として書いてるという形になります。で、これはですね、実際これ、正しく、等しいイコールって形になるんですけども、これが本当に等しいことの、説明というか証明はですね、後で行います。先ほど初めに言った、このチャップマンコロモゴロフ方程式という形に
まあ、なっているということになります。でですね、これ一つ一つ、その晴れの場合、1日後晴れの場合、曇りの場合、雨の場合のその一つ一つのですね、項がどういう形をしているのかということを見るんですけども、これはですね、ちょっと状態遷移図を見てもらって考えると。今、今日が雨。だからこの今、我々はですね、今日という状態、今日という日の時にですね、この状態というか、この状態遷移図におけるこの R という頂点にいると思ってください。ここにいると思ってください。で、我々はですね、1日経つごとに、このですね、状態遷移図の上を動いていくと思ってください。で、1日後には、どこに行くのかっていうと、このままこの R に留まるか、F に動くか、C に動くってことが行われるわけです。ですか？で、それぞれが起きる確率っていうのが、ここに書いてある後ろ側です。この部分です。今日が雨の時であるときに、1日後が晴れという、頂点に移動する確率がこの部分です。で、これは、数値でこれ4分の1になります。で、その時に、2日後が雨になるためには、1日後が晴れだったら、2日後にはまた雨に戻ってくる必要があります。ですか？ということで、二日後の時に、一日後から二日後の時に、ごめんなさい、一日後が晴れであるときに、二日後に雨がなるためには、この、辺を通って戻ってこなくちゃいけないと。で、それが選ばれる確率は6分の1であるという形で、ここにその確率がついているという形になっているわけです。で、それによって、この一日後晴れの場合の確率というのが書けるということになります。よろしいですか？で、同じように、1日後は曇りである場合とか、1日後雨である場合っていうのも同じような形で計算ができるということになります。そうすると何がいいかというと、このように書けるんですけども、ここに書かれている一つ一つのですね、この条件付き確率。これはですね、ここの、状態遷移図、あるいは初めに書いてあった9行に書かれている確率を見るだけで全部わかるんです。先ほど言った通り、この部分ですね。この今日が雨であるという条件のもとで、1日後が晴れである確率というのは4分の1。とかですね。こうですね。今日、1日後が晴れであるという条件のもとで、2日後が雨になる確率っていうのが6分の1とかっていうのが分かります。ので、まあ、この状態遷移図を見て、ここに書かれている6個の確率全部分かるということになります。で、それを全部書いてみると、こんな感じになると。で、これ計算できます。で、計算すると、これが、まあ、48分の13と。で、だいたい0.271という形になるところですね。つまり、今日が雨であるという条件のもとで、2日後が雨である確率は、48分の13ですというふうに答えられるということになります。よろしいですか？はい。それでですね、これはですね、実は先ほどこの、マルコ・フレン、あ、これマルコ・フレンさんですけども、これをですね、行列で、この状況を行列で、表現するってことをやったんですけども、この行列においてですね、この P の2乗っていうのを計算して、今日が雨であるときに、二日後が雨である、確率というのが、この P の2乗という、行列積ですね。これを計算することによって、これ48分の13のところ出てくるということになることがわかります。で、これ計算法を思い出せばそれは何でそうなのかとかわかって、この48分の13っていうのは、ここと、ここの内積になってるんですね。で、これはですね、この行列の作り方と前のページの、この計算法、を思い出すと、これしっかりと対応しているんだということがわかります。ということで、この実際ですね、この行列積を計算することによって、この48分の13っていうのが出てくるってことも、まあ、ここからわかるってことになります。で、この例では、だからこの48分の13だけやってますけども、この他の成分ですね、ここも同じような計算で、この行列を使うことによって、今日の天気が例えば曇りだった時の2日後の天気が晴れである確率が36分の13であるとか、ということも、この行列積によって分かるということになります。よろしいでしょうか。という形でですね、この行列積って非常にですね、重要な役割を果たすということも、ここで分かりますね。うん。嬉しい、嬉しい、ということになりまして、まあ、こういうことができると。そうするとですね、今これ、P の2乗っていうのを考えたから、この2日後になったんですけども、実は、3日後の天気のことを考えようと思うんだったら、実は、P の3乗っていう行列を考えればいいとかですね、N 日後、のことを考えるんだったら、P の N 乗っていうのを考えればいいことがわかります。で、これもですね、本当にそうなのかと、後で検証します。よろしいですか？はい。それでですね、今やったのがこれ例だったんですけども、もう少しちゃんとですね、定義をしていこうと思います。はい。ではですね、設定をまずします。
時刻が、まあ、0から始まって、1、2、3、4、5、6という、先ほど初めに言った通り、これ、離散時間で進んでいくというふうにします。これ、離散時間ですね。で、ちょっとですね、私は今から、言葉の使い方をですね、ちょっと気をつけるようにしたいと思うんですけども、まあ、こういう設定は離散時間なんですけども、一つ一つのこの時間における点のことは時刻というようにします。ですから、時刻といったら、そのなんか時間軸って言うんですかね。時間軸における一つ一つのこの、なんだ、刹那というか、この点、瞬間のことを時刻と呼ぶと。この時間軸において刻まれた、一つ一つの点のことを時刻と呼ぶと、時間軸、こうですね。という言葉の使い分けをします。だからその時間軸における一つの点は時刻というふうに呼ぶことにします。で、時間も時刻もですね、どちらも英語ではこれタイムなんですね。だから、非常にですね、我々この曖昧にですね、時間、という言葉をですね、よく使ったりすることもあります。けども、ちょっとここでは意識的に、時間軸における一点のことが時刻と呼ぶようにしていきます。だから、この t と言ったら、それは、0とか1とか2とかっていうふうに定めるときには、それは時刻と呼ぶというふうにします。それで、各時刻 t における状態、先ほどの例で言うと、c とか f とか r っていう、その天気を表す状況ですね。それをですね、XT と書くことにします。で、その、まあ、状態のことを、状態は、だから先ほどの例で言うと C とか F とか R ということなんですけども、その状態が取り得る値全体からなる集合のことを状態空間と言います。で、今後それをこの花文字 S で表すことにします。だから先ほどの例で言うと、この S っていうのは、C、あ、F だった、さっき言ったのは、F でしたね、それ。F、CR と。先の絵において。ですね。ってことになります。よろしいですか？で、この講義においては、S は有限集合、だから有限状態の場合だけは使うことにします。で、S のことを状態空間と呼びます。ということですね。で、この中、先ほど言ったように、なんか時間発展を考えるので、この時刻 t における状態っていうのは、今までその通ってきた道筋ですね、今までのその歴史、つまりですね、x0 から xt-1 までに今依存するかもしれないということになります。で、確率仮定と今後言ったら、これはですね、この時間発展によって得られる確率変数列のことです。ちょっとちゃんと言ってませんでしたけども、この XT、各時刻 T における状態っていうのは確率的に決まることを今後想定するので、これは確率変数になります。だから先ほどの例で言うと、F か C か R である、その天気が何になるのかってことは確率的に決まるわけですね。その確率変数の列のことを確率仮定っていうふうに言います。だからまあこれはですね、まあ、これはだから、本来はなんか x0、x1、x2 点点点って、まあこういうものなんですけども、まあこれを省略してこう書いてると思ってください。いいですかね。で、今このなんか、large n、これだから自然数全体を表す集合ですけども、これはですね、今、0から始まってるっていうふうに見なしてます。で、その、何が自然数であるのかってことは、まあ諸説あるというか、分野によって違うことがあるんですけども、ここでは0から始まるってことにしたいと思います。で、分野によって違うっていうふうに、言うとですね、皆さんまた困るかもしれませんけども、ですね、数学とかっていうのはですね、我々そのなんか一つの数学っていうものがですね、世の中にあるわけではないんですよ。だから、そのなんか数学の中にもいろんな分野とか、いろんな流派とか、いろんな考え方があって、それによってですね、記号法とかですね、用語法とかですね、違ったりする場合があるわけです。で、この自然数を何だと思うのかってことについても、そういうことになってまして、ここでは、この授業では、まあ、0以上の整数を自然数と呼ぶという形にしたいと思います。で、これは割と、計算機科学では一般的なやり方なんですが、まあ、数学全般でそうであるとは限らないということにもなるので、ここは注意をします。はい。ということで、これ確率仮定であると。で、その確率仮定がマルコフ連鎖である。あとは、ということを、あ、すいません。確率仮定ですね。マルコフ連鎖であるというのは何なのかということが、ここで書かれる定義です。マルコフ連鎖というのは、次の条件を満たす確率仮定のことです。で、何かというと、任意の時刻 t と、任意の状態 x0 から xt プラス1に対して、ここに書かれている2つの等式が成り立つということになります。
で、これを、まず、一番上に書いてあるのが、まずこれ基本なので、ここから始めましょう。で、これ何なのかと。これは何かというと、条件がありまして、条件が何かというと、時刻0における状態が x0、時刻1における状態が x1、時刻 t における状態が xt と、これ決まっているという、この条件のもとで、時刻 t プラス1の状態が xt プラス1であるという確率を書いています。だから、これ今までの履歴がここに全部書かれてたわけです。で、この履歴を、条件として、今、次の時刻 t プラス1における状態は何でしょうということをここの確率で聞いているということになります。で、その確率が次の2つと等しいですよということを言っています。で、それを見ましょうと。で、何と等しいと言っているのかっていうと、2つ、この1番の等式、これ何なのかっていうと、これは、まずこれ条件の部分だけが変わっています。条件の部分だけが変わっています。で、どう変わっているのかっていうと、この条件において、時刻 t から時刻 t マイナス1に、関するものが、この下の方ではそっくりするものがなくなっているということになっています。いいですか？で、それが等しいよと。つまり、何を言ってるかっていうと、今までのこう歴史があって、それによって時刻 t プラス1における状態が決まる、あ、時刻 t プラス1の状態なんですかと聞いている確率は、実はこの履歴全部に、を条件とするのではなくって、この一つ前の時刻、の部分だけを条件として決まることになりますよと。つまり、時刻0から時刻 t マイナス1までの状態っていうのは何であったとしても、この確率は変わりませんよと言ってるのが、この、括弧1番の式です。いいですか？だから、これ式の解釈。括弧1番は、時刻 t プラス1における状態は、時刻0から t マイナス1における状態に依存しない。だから、時刻 t の状態のみに依存すると。時刻 t における状態のみに依存するということになります。で、これが1番なんですけども、2番はどういうことかと言っているかというと、これはですね、この確率のこの長さは、長さです。見た目上のこの式の長さが同じなんですけど、これ何が変わっているかというと、この状態を表す確率変数、が、今これ、条件の方の添え字が t、この、考えている方の、時刻が t プラス1になってるんですけども、それが0と1に変わってる。つまり、t が0になってるということになるわけです。で、これ t が0になってるんだけども、後ろの方はこれ変わってないですね。これちょっと、書き方を注意をしてください。つまり、何を言ってるかっていうと、先ほどのこの状態遷移図で言うとですね、XT という状態。もう一回書きますね。XT、スモール XT っていう状態から、スモール XT プラス1に、この遷移する確率っていうのが、時刻に依存しませんよということを言ってるのが、この、こっちですね。丸2番じゃなくて、括弧2番の、確率です。つまり、この遷移がですね、時刻、t から t プラス1になるときに起きようが、時刻0から1になるときに起きようが、それは変わりませんということを言ってます。状態が xt から xt プラス1に推移する確率は時刻に依存しないということです。よろしいでしょうか。ただし、って書いてあって、これ条件付き確率ここに書いてますから、この条件が成り立つ確率は、条件が起こる確率は0ではないというふうにしないと、ちょっとこの条件付き確率定義しません、できませんから、まあそういうふうにします。はい。というのがマルクフレンサです。よろしいですか。だから、今、ここですので、この状態遷移図のイメージ書いちゃいましたけども、この定義自体は状態遷移図ないんですね。だから、どちらかというと、この定義を使って状態遷移図を定義するっていう形なので、ちょっと、先ほどの例とですね、この定義の、どちらが先かっていうちょっと、イメージが良くないんですけども、そういうふうに定義されるものがマルゴフリンサです。よろしいでしょうか。はい。ではですね。で、これをどう表現するかということになりますけども、まあ、ここに書いてあったように、状態がある状態から別の状態に推移する確率っていうのは時刻に依存しないということになります。ということなので、その、確率のことを、この PIJ と表すことにします。どういうことかっていうと、この2つの状態、i と j っていうのがあって、時刻が0の時に i にいるという状
条件のもとで、次の時刻1で、状態が J になる確率っていうのと、それが時刻1で I にいるときに、時刻2で J に行くって確率。で、これが全部同じになるので、確率、時刻に依存しませんから、それを I と J という、素因だけを使って PIJ と書きましょうとなります。これが先ほどのその、量体遷移図のイメージで言うと、こんな感じですね。はい。この I から J に遷移する確率は PIJ と。だからこれその遷移確率と言ったり、推移確率と言ったりします。まあ、遷移とか推移っていうのは、トランジッション。っていう、まあ、英語で表されるものですけども、まあ、そういうことですね。いいですかね。この、確率は時刻によらないということになります。はい。で、それを使うことによって、この、その確率をこういうふうに並べた n かける n 行列というものを、推移行列、あるいは遷移行列というふうに呼びます。で、まあ、ただし、この、状態っていうのが、まあ、1から n で、まあ、書けているとする。先ほどはですね、先ほどの例、初めの例、天気の例。天気の例においては、s っていうのが、fine, cloudy, rainy だったので、この下の数字のところに fcr っていうのを、書いていなかったですね。いなかったですね。後の例で書くようになるんですけども、まあ、だから、まあ、それはその状態空間が何であるかによって、まあ、ここの素位置というのはそれに合わせて書くという形になりますけども、いずれにせよ、まあ、このような形で、並べた推移行列というものを作るということになります。ですかね。で、先ほど、初めの例でもあったように、これはその素位置のところですね。もう一度、定義を思い出すと、定義を思い出すと、PIJ っていうのは、確率で、何だったかというと、X、1が J になると、で、条件が X0 が I だと。こういうことですよね。これは、この括弧は我々は丸で書いてた。すいません。こうですね。こういう形だったので、だから、I の方に今行って、その次に状態が J になる確率っていう形なので、やはりその、推移っていうのは、今日から別に行われていると。このイメージはちゃんとその、持ってください。いいですかね。変わらず、そのような形で考えるということになります。いいですかね。で、そうするとですね、この推移行列っていうのは、なんかこれなんか適当に行列を作ると、何でも推移行列になるわけじゃなくて、このマルコフ連鎖から作られる推移行列っていうのは、いろんな性質を持っています。例えば、まあ、ここに書かれているすべての数値ってのは、これは確率を表しているわけですから、これ全部この0以上1以下の値になってなくちゃいけません。で、なおかつ、先ほど、初めのその天気のところの例でも言った通り、条件付き確率、その氷河の状態、を固定したときに、明日の状態が何であるかっていうことに関して全部和を取ると1になってないといけないと。つまり、この各行ですね。各行を見たら、そこに書かれている確率の和が必ず1じゃないといけません。で、それがですね、この2番目の条件です。各行の、状態 i に対して、その列の方 j を動かして pij 和を取ると1になると。こういう何だってないといけない。で、実はですね、この、二条件を満たす行列のことを確率行列と言ったりします。で、今ですね、マルコフ連鎖があったらそこからこのように推移行列も作れますよっていうふうに言ったんですけども、実はこの確率行列を持ってくれば、まだこんな行列が持ってくると、そこから、前のページにあったようなマルコフ連鎖というのを作ることができます。ということで、まあ、この推移行列というか、この確率ですね。確率行列と、マルコフ連鎖っていうのは同一視できるというようなことになっています。だから、この確率行列を持ってマルコフ連鎖ということも、まあ、あったりします。ので、まあ、そういう文献に当たった場合は、そういうふうに理解をしてください。はい。で、先ほどもあった、もう一つの表現の方法ですけど、それは状態遷移図である。それはですね、次のように作った有効グラフですとですね。まず、頂点集合は、この状態空間ですと。で、i から j にその遷移する確率、pij が正の時に i から j に向けて有効変更を引きますと。ですね、こうですね。で、その、この横に pij という数値を、つけるということですね。で、それがこんな形。先ほどの、その天気の例においてはこんな形になるということでした。
なんかこっちを水行列と言って、こっち状態遷移図って言ったらちょっとなんか気持ち悪いかもしれませんね。なんかこれ水行列じゃなくて、これ遷移行列にした方が全部遷移でまとまったから良かったかもしれませんけど、すいません。まあ、いずれにせよ、こういうのを状態遷移図と言います。で、状態遷移図というものを皆さんです。例えばですね、オートマトン理論かな、あるいは形式言語理論というような、授業の中でですね、扱ったり、あるいはですね、論理関数を、違う違う、論理設計学か。論理設計学とか論理設計、論理回路かなとかいうような話のですね、授業の中でですね、こういう状態遷移図出てきているかもしれませんけども、その時に、定義している状態遷移図と、ここで言っているその状態遷移図っていうのはちょっと違うので、それは注意をしてください。例えばですね、いわゆるその形式言語理論で出てくるオートマトン、有限状態オートマトンだと、なんかその受理状態とかですね、開始状態とかっていうのがその定められてないといけませんし、この矢印の横にはですね、先ほど言っていたその文字ですね、アルファベットの要素っていうのがこうくっついていないといけないということになっていたりするんですけども、ここでくっついているのは、確率だったりするので、それはなんか違うものを表していると。だからその違うものに対してですね、同じ状態遷移図っていう用語を使っているのは、実はちょっとね、紛らわしかったりすることはあるんですけども、まあ、今日扱っているのは、マルコフ連鎖の状態遷移図であるというふうに思って、その違うものを、この同じ状態遷移図という言葉で表しているというふうに思ってください。はい。でですね、今、この場合はですね、この、水行列の全ての成分がですね、正なので、あり得る、この個、有効編ってところ、全てこれ書かれてるんですけども、次のページですね。例えばですね、こう一部の、確率、成分が0であるときには、それに対応する矢印は書かないということにします。例えば、F から R に、推移する確率0であるということになっていると、この F から R に向かっている矢印はこれ書かないということにします。で、まあ、それによってですね、この、まあ、状態遷移見やすくなると。だから、それがその F から R に、遷移することはありませんよってことを言ってるので、まあ、そういうような矢印は書かない方がいいでしょうという、書かないということにしているということになります。まあ、書いてもいいのかもしれませんけども、普通は書かないです。はい。ということになります。はい。で、ここまでがマルコフ連鎖の定義です。で、これによってですね、初めにやったような、例えばその2日後の状態とか、時刻2における状態とか、時刻 N における状態とかっていうのを知りたいってことになるので、それをですね、できるようになるための道具が、このチャプターマン・コルマゴロフ方程式ということになります。で、これをやっていきましょうということになります。これですね、質問ですね。今、マルコフ連鎖があったときに、任意の時刻 T と任意の状態 IJ に対して、時刻0における状態が i であるという条件のもとで、時刻 t における、状態が j である確率。あ、書いてますね。日本語で。これは何でしょうってことを知りたいということにしましょう。例えばですね。まあ、わかるんだけども、今日の天気が晴れであるときに、1年後365日後の天気は何でしょうっていう確率はですね、これでなんか出てしまうという恐ろしいことになりますけども、そういうことになるわけですね。で、これはですね、まあ、初めの時刻、初期時刻0なんですけども、その時の状態 i、状態 i っていうのと、時刻 t における状態 j っていう、この3つがですね、そのパラメーターというか、与えられるわけですね、初めに。なので、まあ、この3つに依存する数値になるわけです。ということなんで、確率ですね、ちょっと長いので、以後これをですね、この pij の型に、カッコ t という時刻を書く形で、簡単に書くことにします。この書き方はそんなに標準的な記法ではありませんけども、今日のこの授業のためだけにこれ使っていくという記法になります。で、まずこれでちょっと書く量を減らすということになります。はい。それでですね、じゃあこれを、確率計算してみましょうということになります。で、まあ、機能法のような形のことをやっていくので、まずですね、t が1の場合を考えます。だから今日の状態が i の時に明日の状態が j になる確率なんでしょうと。で、これは、マルコフ連鎖そのものですね。i から j に1日で1回で動く確率。なので、これ pij そのものだと思います。で、これはまっすぐわかると。だから、次、問題になるのは時刻が2の場合ですね。今日の天気を知った時に2日後の天気なんでしょうってことを知りたいと。で、じゃあそれやっていきましょうと。で、まあ、あと、今日、そもそも、まあ、i に、
愛っていうその状態にいてほしいので、それが起きている確率は0じゃないとします。その時に、まあ、この条件付き確率考えたいと。まあ、そもそもこの条件付き確率考えるためには、この条件部が起きている確率は0じゃなくてはならないので、まあ、そういうふうに仮定します。で、これをですね、まあ、変形していくということになります。で、じゃあどう変形していくのかってことを順番にやっていきます。見ていきます。まずですね、これは条件付き確率ですから、条件付き確率の定義ですね。条件付き確率の定義によって、このように置き換えられます。この2つの、事象が同時に起きる確率を条件部の確率で割るということになります。ですね。で、そうするとですね、これどう書き換えられるかというと、ここで場合分けをするんですね。これが先ほどの言っていた話で、今日の状態が i なんですけども、その1日後、時刻1における状態で場合分けします。で、それはここになります。何かっていうと、この分母、この部分を今前に出しています。で、この分子の部分だけをここに書いています。で、何をするかっていうと、この x1 ですね、時刻1における状態が k である。という、ことを、その全ての状態 k について足し合わせているという形になります。で、これ普通の、場合分けなので、その x 値が k になる確率に、それを条件に持ってきた形で、もともとあった確率を書いているという形で割りかけるということになります。よろしいですか？ちょっとなんか名前がついてたと思うんですけども、このような、法則。すみません。ちょっと名前をちょっと忘れてしまったので、これはなんかその場合分けをして、このようにやっているということになります。今から明日何か聞くとですね、この輪の中身、このな、ま、まず輪の中身を簡単にしていきます。今、で、これ今青く書きました。で、これを簡単にしていきます。で、この青い部分から取り出します。取り出しました。で、これ今から簡単にしていきます。で、まずどうするか。今ですね、この前の部分、この部分はですね、このように書き換えられます。で、ちょっとこれはちょっと技巧的なんですけども、何かっていうと、もともとですね、この初めのところ、確率にあったですね、前の部分、ここが括で結ばれているので、それをですね、解消する形になっています。で、一応これ、演習問題にしてるんですけども、これ、そんなに難しくないんですけども、この演習問題自体をですね、取り出せば。これを証明するのは難しくないんですけども、これをここで使おうと思う気持ちは難しいかもしれません。でも、こうすると証明できるので、これはやっておきます。そういうふうにですね、いろんなところに書いてあるんで、私もこれは自分では思いつかないかもしれませんけども、こういうふうにやるとうまくいくので、これやります。で、何かというと、じゃ下の演習問題で言いますね。A、B、C っていう事象があったら、A かつ B、given C、C を条件として A かつ B の確率っていうのがあったら、それは、B かつ C という条件のもとでの A の確率かける C という条件のもとでの B の確率です。証明するとですね、実際の演習問題やってもらうと、これなんで成り立つのかなって気分わかると思うので、これを使っていきます。で、それをやったときに、今ですね、この例においては、この部分が A、この部分が B、この部分が C になったということですね。で、そうすると、A で二分 B かつ C、2、二分 C と、こういう形になるということですね。だから、ちゃんとこの下の演習問題を、うまく使って、この統合を導いているという形になります。で、後ろはそのままと。ということになります。よろしいですか？で、ここまで、できるんですけども、変形できるんですけども、この後ろの2つのこの積ですね。あ、じゃなかった。すみません。この初めのところです。ここですね。ここを見てみます。で、ここはですね、x0 が i かつ x1 が k という条件のもとで x2 が j であるという確率と言ってるんですけども、x2 が j である確率というのは、この、履歴全部じゃなくて、で、x1、時刻1だけの状態で決まると言っているのが、マルコ・フレンセの初めの、条件でした。ですね。で、それを使うことによって、この赤い部分、書き換えられます。よろしいですか？で、次はですね、マルコ・フレンセの定義の2を使います。で、なんで言ったかっていうと、推移確率は時刻に依存しないというものでした。つまり、時刻1の時に k であるという条件のもとで、時刻2で状態が j になる。という確率は、時刻0の時に状態が K で、時刻1の時に状態が J になる確率と同じということですね。という形でここが書き換えられます。で、この書き換えはですね、嬉しくって、なぜかというと、今この最後の式に出てきている状態の確率変数、これ全部 x0、x1 という形になっているわけです。先ほどまでは x0、x1、x2 が混在していたんですけども、ここで x0 と x1 だけになったので、なんか、整理されてきたという形になりますね。よろしいでしょうか。それでですね、この最後の部分、ここのところを見てもらって、ここの部分で、ここの部分、
もともとですね、ここに書かれているのは、X1 が K であるという条件のもとで、X0 が I という形になっていて、これはですね、時間を逆行してるんですね。明日が K だというじょ、えっと、なんだっけ、えっと、条件のもとで、今日の状態が I ですよという確率なんでしょうというふうに聞かれていて、ここでなんか時間逆行しているんで、それはなんかあまり嬉しくないなと思うわけです。だから、なんかいわゆるそのなんだろう、原因と結果っていう言い方で言うと、そのなんか結果を見てですね、原因を推測しようとしているって、そういう形の書き方をしているわけです。で、それはですね、この時間発展を考えるという上ではあんまり嬉しくないので、それをこの形ですね、X0 が I であるという条件のもとで、X1 が K である確率を使うような形で書き換えたいとします。で、その時にですね、実はこの後ろの部分もですね、揃って、変えてあげると等しくなりますよっていう事実があります。これはですね、いわゆるそのベイズの定理と呼ばれているものの、まあ、一番簡単な場合なんですね。で、これはまあこういう形で、要約できると。何かというと、B という条件のもとで A が起こる確率に B の条件、あ、B の確率をかけたものと、A が起きるという条件のもとで B が起きる確率に A の確率をかけたものは等しいですよと。これはまあ当たり前で、これどちらもですね、A かつ B の確率を表してますから、これは正しいと。ということですね。ということで、それを使いましたというのがここです。ね、で、そうすると、その時間の順番も全部合ってる形になって、まあ嬉しいですね。もう嬉しさがですね、どん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 込み上げてくるという形になりまして、本当に嬉しいということになります。で、これによってですね、もともとのこの青い部分がですね、だいぶ簡単になったということになります。はい。それでですね、先ほどの青い部分ですね、を今作られた式に、直しましょうと。して、元のこの PIJ の時刻にっていうのを、もう一度、見ていきましょうということになります。で、そうするとですね、今、こことここ、今これ同じで、この後ろの部分、これは、K に依存しませんから、これそのまま、これ消えます。消えます。やりましたね、ってことですね。で、これ消えまして、残ったのがこの部分だけですね。で、それ今、ここに書いてます。で、そうすると、これは何なのかっていうと、ちょっと消しますね。消えなかった。何なのかっていうと、この前の部分、これは、これ PKJ ですね。今日の状態 K で、明日、状態が J なら、これ PKJ ですね。で、後ろの方は今日の状態が I で、後ろの、明日の状態が K って言ってるんで、これ PIK です。だからこれは PIK と PKJ の積であると。だからまあこれ、順番を入れ替えて書いてあげると、次のようになりますと。あ、まだこれ順番入れ替えてなかった。PK、順番入れ替えるとこうなりますと。PIK×PKJ の和ですと。で、これは取りも直さず、P の2乗という行列積の大 IJ 成分です。ですか。P の2乗っていう、行列、まあ、これ P だと思ってます。P の2乗っていう行列はどういうふうに、計算されるかっていうと、この大 IJ 成分は、はじめの行列の大 I 行と、二つ目の行列の大 J 行を取ってきて、この内積を取るという形でした。で、そうすると、この内積を取るために動かす、その添え字が K になっているということですね。で、そうすると各、成分、ここに書いてある、今これ PIK で、こっち側が、PKJ になります。で、その積の和になるという形ですね。という形で、ちゃんとこの PIJ の2、時刻2における大 IJ 成分というのは行列積 P の2乗の大 IJ 成分になると。わかりますか？いいですか？という形で、確かに時刻2における状態を表す確率というのが、この行列積で求まるということがわかりました。で、まとめます。こんな感じですね。で、あ、求めますって、全然まとまってなかった。今言ったのは、時刻2によってはこうなるということですね。で、同じようなことを、時刻3、時刻4、一般の時刻 t において、同じことをやっていくと、ここに書いてある定理というのが得られます。何かというと、pijt っていうのは、行列積 p の t 乗の大 ij 成分に等しいです。で、まあ、これ、今と同じようなですね、計算。今はこの t が2の場合でやったんですけども、同じような計算をですね、順番にやっていけばできます。まあ、例えば、まあ、t に関する機能法、それだけ機能法を、用いることで、これ一般的に証明ができます。はい。それでですね、特に次が成り立つからですね。
で、まあ、普通はこちらをチャップマン・コルモール方程式と呼ぶと思うんですけども、まあ、本質的にはあんまり上と変わらないので、上の方もチャップマン・コルモール方程式というふうに呼んでしまったんですけど、何かっていうと、時刻 t プラス s における状態が j となる確率は何でしょうというふうに聞かれたら、それは、時刻 t における状態が k になって、そこから、s だけ時間が経ったら、j に、状態が動きますよという確率を k に関係させたものと等しいですよということですね。で、これは、まあ、取りも直さずですね、上の表現の仕方で言うと、p の t プラス s 乗というのが、p の t 乗かける p の s 乗に等しいということと、まあ、上のこの、解釈をつなげることによって、まあ、これ得られるという形になります。ので、まあ、上の、定理というか、上で示したことの、まあ、K ですね。そこから簡単に導かれることとして、ここは証明されます。だから、そんなにそこは難しくないということになります。で、まあ、これによってですね、その時間発展を調べるためには、この行列式っていうのを計算してあげればよいということになって、で、皆さんの行列式の計算の仕方を知ってますから、まあ、これでいろんな問題が解けるようになるということになって嬉しいということになるわけですね。やりましたねということです。で、実際やってみましょうと。先ほどの、この天気の例ですね。こういう、P という水位行列がありました。で、P の2乗を計算したらこうなったということですね。で、ここから、同じように、例えばその、3日後の天気が何であるかという確率であるとかですね、そういうのも分かるということになるわけです。ですかね。で、それをですね、ちょっとプロットしてみましたと。で、これ何を見せたかっていうと、これは実はこれ9個、これは曲線が、曲線っていうか、線があるんですけども、時刻 t が、順番にこう動いていきます。で、その時に、この、この p なんとか乗、p の t 乗の各成分ですね、例えばその FF 成分とか CR 成分とかっていうのは何になるのかってことをこれ書いてると。で、そうするとですね、まあ、こんな感じになってて、これよくわかりませんけども、ある3つの成分はずっとこの、ここですね。この部分。これ多分これ4分でしたけど、4分の1になんか収束しているように見えて、他の6個の成分はこの8分の3のところには収束しているように見えるという形になっていることがわかります。だからおそらくですね、この時刻がずっと経っていくと、まあ、この確率っていうのはどっかになんか収束していって、ある値になるということがまあわかるかなという気がするというわけなんですね。で、まあ実際ですね、この、先ほどの行列ですね。先ほどの P ですね。その、天気の例でやってた、行列に対して、この、P の t 乗っていう、その行列の t 乗っていうのを作ってあげて、その t を、無限大に飛ばすと、先ほど言っていたような、こういう行列が実際に数学的に得られます。8分の3、8分の3、4分の1、8分の3、8分の3、4分の1、8分の3、8分の3、4分の1。よろしくなって、まあ、この場合、その極限が存在することになります。で、特にですね、これはなんかどういうことになってるかっていうと、まずですね、その極限が存在することがまず重要な観察で、その時に、このですね、3つの行がこれ全て同じになってる。これはなんかすごく特徴的ですね。特徴的ですね。っていうような、この性質を持っていると。あ、この例においてはですね。で、ちょっとだから考えたいのは、こんなことがですね、どんなマルコフ連鎖に対しても起きるのかですね。今はこの具体例で計算してみたらこうなったんだよってことをちょっと言ってるんですけども、本当にこれ、どんな時でも起きますかっていうことがちょっと気になるわけです。で、それをですね、ちょっと今からもう少し深く考えていこうってことをします。で、実際はですね、そういうふうにうまく収束しない例っていうのはあります。つまり、極限が存在しない例です。で、例えばこれ今こういう例で、これは P ですね。推理行列です。で、これは何かっていうと、この状態性質で表されるようなもので、1にいたら必ず次の時刻2に行く。2にいたら次必ず、3に行く。3にいたら次必ず1に行くという形になっています。で、こうするとですね、これすごくこう周期的な動きをします。こんな感じです。ちょっとこれうまく見えるかどうかわかんないんですけども、例えばですね、これは茶色ですね、この P32、だから32成分というのを見てみると、これはですね、こんな形になっていると。おそらく。こんなことになって。ちょっとこれなんか時刻が一つなんかずれてるような気がしますね。これ本来ここはゼロじゃなくちゃいけない気がするんですけども、ちょっとすいません。これはちょっと図を書く都合でですね、歪んでしまってるのすいません。それはちょっと前のページの図もそうだったかもしれません。すいません。で、
言いたかったことは、これ収束しないということです。だから、まあ、その先ほどの例では収束してるんだけども、これは収束しません。で、じゃあそうすると、いつ収束して、いつ収束しないのかってことが、まあ、一応知りたくなってくるような気になります。でですね、次の話に、行くためにですね、そういうふうにさっき言ったような形で収束していると。つまり、極限があって、各行が全部同じになっていると、これ何が起きているかというと、次のように考えられます。例えばですね、0日目が晴れである、あったと、あるとしますと。で、それは、何を言っているかというと、先ほどの言い方で言うと、P0X0 イコール F が、1である。時に十分時間が経った後の天気は何になるでしょうっていうような、質問があるとします。で、その時にはこれを考えればよいと。何を考えればよいかっていうと、今ですね、ここに書いてある行列。これはですね、上の行列と同じです。だからこれはその十分時間が経った後にの、水位確率行列。愛と水位行列になってるわけです。で、それにこれをかけてます。で、これは何を言ってるかというと、これ100っていう、ベクトルなんですけども、これを左からかけてるんで、左からかけて、これがで、左から、このベクトルをこの行列にかけると、どこが出てきてるかっていうと、ここですね。この行が、そのままここに出てきてると、いうことになります。で、どういうことかっていうと、今ですね、例えばですね、この8分の3っていうこの一番初めの、第1成分の FF 成分です。これは何なのかっていうと、先ほどのような形だと、これ PFF で、時刻が無限大だから、こんな形のものなんですね。だからこれは、気分としては、これ気分です。これ気分で書けない。気分としては何かっていうと、X0 が F であるという、条件のもとで、X 無限大が F なんですが何でしょうと。あれなくて何でしょうということですね。だからこれ気分じゃなくてちゃんと書こうとすると、ちゃんと書こうとすると、だからこれリミットなんですよね。リミットで t が無限大で、プロバビリティで x が tf で、x0 が f。まあ、こんな形ですね。これ気分じゃなくてちゃんとこういうふうに書けるんですけども、まあそれ、まあ今今日気分で t をちょっと無限大というふうに置いてしまってます。で、それに、これ書けてるんです。これをかけると、これが出てくる。これちょっと、指示語が多すぎる。100っていう、秒ベクトルに、この8分の3、8分の3、8分の3っていう、1ベクトルをかけると、この8分の3っていう、成分が出てきてるんですけども、これは、つまり、ここの条件付き確率にこれをかけてると。だからこれは、だから何を意味するかっていうと、この8分の3っていう確率は、その確率から何を意味するかっていうと、X 無限大が F でありかつ、X0 が F である。あ、そういう確率ですね。ということになってます。ということですね。では、そういうのを表していると。で、それは今が8分の3、8分の3、8分の3、だいたい4分の1という、こういう形で書きようという形になるわけです。じゃあ、今、これはですね、0日目が晴れであるというふうに分かっている場合なんですけども、じゃあ、0日目が、曇りだったらどうでしょうと。そうすると、ここに出てくるですね、ベクトルが0、1、0になるわけです。つまり、これはその、これが、C であるという確率が1であるというような形の、ベクトルをここで表すと。ということになります。そうすると、この場合はですね、この、ここに出てくるベクトルっていうのは、この第2ベクトル、第2行のベクトルになるという形になります。いいですかね。だから、初日がですね、0日目が晴れであろうが曇りであろうが、最終的にどんな天気なのかってことは変わらないということになります。で、それはですね、初日が雨であっても同じなわけです。なぜかっていうと、その時には、ここはその001っていうそのベクトルを考えることになるんですけれども、出てくるベクトルっていうのが、ちょうどこの第3行のベクトルになっているということになって、もともとですね、この3つの行っていうのは全部同じ行だったので、やっぱりここに出てくる結果は変わらないということになります。つまり、0日目がですね、晴れであったとしても、雨であったとしても、曇りであったとしても、無限大だけ十分時間が経った後の天気が何であるかという確率は変わらないということになる。っていうのが、この、右辺がですね、すべて同じ行を持つという、性質から出てくる、結論になります。で、今ですね、これはですね、0日目が雨とか、なんか、一つに、なんか、決まっている場合の話をしましたけども、決まってなくて不確かであっても同じなんです。何かっていうと、例えば、0日目の
天気がですね、晴れ、曇り、雨で、確率はどれも3分の1、もう全然わかんない。今日なのに、全然わかんない。という時に、十分時間が経った後には、やっぱり天気がどれになるかという確率は、8分の3、8分の3、分分の1になりますよ、ということがわかるわけです。なんでかっていうと、これはですね、この3つの、これだって、この8分の3、8分の3、4分の1っていうのは、これは、この3つの、同じ行ベクトルの線形結合。線形結合というか、まあ、凸結合っていうことになるんですけども、まあ、それは言わないで、この3つの行列に3分の1をかけて足したものですから、これはやっぱりこの同じベクトルになるわけです。ということで、どのような初期状態から始めても、この、性質が成り立っていれば、必ず同じ確率分布に収束します。で、その収束先っていうのは、ここで書いていた、推移行列の各行に等しいということになります。で、こういうようなことが、このすべての行が同じであると、起こるということになります。で、これはですね、非常に、良い性質なわけです。で、まあ、こういうことがいつ起きるんでしょうということを知りたい。で、先ほど言ったように、こういうことがいつも起きるとは限らないですね。いいですかね。で、起きているときには、ここに書いたようなことが成り立つということになって、これなんか非常に望ましい性質なわけです。だから例えばですね、我々、だからこのなんか天気がこのように、推移していくってことを我々がなんか知っているとしたときに、なんか、すごく、未来の天気を、なんか予測したいとかっていうふうに思うときには、なんか、今の状況がですね、なんかどうであろうが、未来のその極限のですね、十分時間がかかったと、あとの天気に関する予測っていうのは、まあ、これ変わらないってことになって、なんか非常にですね、なんかその、あの、この、天気が安定する感じがするということになるわけですね。ということで、まあ、いずれにせよ、そういうことが起きてますので、で、こういうような状況はいつ起きるのかとか、まあ、そういうような、現象がなんか現れたりするので、そういうのをですね、ちゃんと、名前を付けたりして解析していきましょうということになります。で、それがこの最後の話。マルコ・フレンツの定常分布というものになります。で、まずこの定常分布っていうのを定義します。これ何かというと、推移行列 P を持つマルコ・フレンツを考えます。で、その時に、この確率分布ですね、π1 から πn まで並んでいるものが、P で定められるマルコ・フレンツの定常分布であるというのは、次を満たすことです。で、これは πP イコール π という一つの方程式です。ここでですね、ここまで。のところで、二つ補足があります。まず、なんか確率分布、突然パッと出てきていて、これ何なのかと言われると、これ今、ここでこれ、ベクトルで書いてます。で書いてます。今ですね、状態空間。は今、ラージ S としていて、で、ここに今、N 個の状態があるってことを仮定してます。これちゃんと言ってないのはいけませんね。で、この N 個の状態の上になんか確率が乗っていると思ってください。で、それをここで、ではこの確率分布っていうふうに言っています。だから今この S っていうのが、1、2、点点点 N とこういうふうになんか書かれているというふうに思ってください。で、その各状態の上になんか確率が乗っていると。確率がなんかついていると思ってください。で、これはもちろんこれ確率なので、どの、これ状態は今まで消えて入っていたからキーですね。どの状態においても、その確率は、0以上1であって、この状態に関して、率の和を取ると1になると。こういう、条件を満たしているもの。それがこの確率分布と呼ばれるものです。いいですかね。で、定常分布であるって何かっていうと、これを満たすことです。πP イコール π です。で、この π っていうのはこれはベクトルなんですけども、これは行ベクトルです。これは注意をしなさい。これ行ベクトルです。で、確率をですね、というか確率分布をベクトルで表すときには、よく、行ベクトルを使います。皆さんがどういう教育を受けたり、どういう研究をしているのかによるんですけども、ベクトルというとですね、なんか列ベクトルを思い浮かべることが多い場合があるかもしれませんけども、確率の場合は行ベクトルを使うことが多いです。で、この πP イコール π と。いう、方程式を π が満たしていれば、そのような π 確率分布のことを定常分布と言いますということになります。
で、これはですね、まあ、行列を使うと、こう書けますと。まあ、これはそのままですね、この行列式の定義を見て、それを、各成分 J について書き出してあげると、こうなるということになります。で、これはですね、このパイ P イコールパイっていう書き方ですね。これはですね、まあ、つまりこの固有値問題のですね、書き方に似てるわけですね。例えば A の固有値とかっていうふうに、A っていう行列の固有値とかっていうのを皆さん定義するときには、AX イコールラムダ X とか、こういうようなですね、ものを考えて、で、この時はこの X のことを固有ベクトルで呼ぶとかっていうふうに言ってたと思うんですけども、その時のこの X っていうのは、この列ベクトルだったんですよね。列ベクトルだったんです。で、ここでは、その列ベクトルじゃなくて、これ π、これ行ベクトルなので、この固有値の時の定義のように、ベクトルに対して行列が左からかかってるんじゃなくて、この行列ベクトルに対しては行列が右からかかってるという形になってます。で、そういうことなので、それでこの形を見比べるとですね、だからこの式、これ、この πp イコール π かけるスカラーの1。1というスカラーっていうふうに見ることができるわけです。で、そうすると、これはですね、この1というのが、この中でラムダにこう対応していて、これが1、これはつまりこの1っていうのは、これはですね、固有値であると。P の固有値であるというふうに、これが見えるということになります。で、一応この P とか1っていうのを、この π の右からかけてますから、まあ、これを右固有値と言ったりします。で、それに対する P の右固有ベクトルを客観化したものが π ですと。ということになります。はい。で、これがまあ、この式の見方ですね。で、問題はですね、次の問題は何だっていうと、この式、何を意味しているのかということです。で、これは先ほどですね、言っていた、どんな状態から始めても何とかかんとかってことの話と似ています。で、それが次のページになります。で、何かっていうと、ここですね。今、この πi っていうのを先ほどのその話のように、その時刻0における状態を表す確率だとしましょうと。はい。で、そうすると、この式ですね。この式は何を意味するかというと、まず右辺、πj。これは、この、解釈に基づくと、これは、時刻0における状態が j である確率です。ね。時刻0における確率が j である確率です。で、それがこれに等しいと。で、これは何なのかと言われると、pij は、じゃまずこれ π ですね。πi はこれですね。0における、時刻0における状態が i であるという確率。で、後ろの pij、これは、マルコフ連鎖の定義から、時刻0における状態が j であるという条件の下で、時刻1における状態が j であるという確率だということですね。で、それが i において、されてますから、i によってされてますから、これは、x1 が j である確率に等しいですね。だから別に言うとすると、こっちから始めると、x1 が j であるという確率から始めると、この2つ目の真ん中のこの式っていうのは、時刻0における状態を i として倍分けしていると。いう形になるわけです。で、まあ、この等式成り立つということになります。そうすると、この行の一番左と一番右がこれ等しいということを言ったわけですね。で、これ何を言ってるかっていうと、時刻0における状態が J である確率と、時刻1における状態が J である確率は等しいですよってことを言ってます。いいですか？いいですか？ということで、そうすると、これ何がわかるかっていうと、これずっと続けていくと、これだから時間発展させていくと、時刻0における状態と時刻1における状態が同じなので、その次の時刻の状態、つまり時刻2における状態が J である確率も、今の確率と等しいという形で、全部この等しいという形になるわけです。つまり、どの時刻においても、一つの状態に、いる確率が同じになると。いう意味で定常ということになります。いいですか？いいですかね。ということで、これ定常分布と呼んだりします。これ、英語で言うと、これ、ステーショナリーディストリビューションです。ステーショナリー。ディストリビューションっていうのは、分布の音ですね。ステーショナリーっていうのは、定常ということです。で、定常っていう、の言葉のイメージからすると、例えばですね、皆さん、なんだろうな、こういうこと言うと怒られるかな、電気回路とかですね、振動論とかそういうものの、直感があると、例えばなんだ、今、電気回路とか、スイッチを入れた瞬間はですね、すごくなんか、なんだろう、
システムの状態が不安定というか、なんかすごくなんか振動するんだけど、だんだんなんかあるところに収まっていって、なんか一定のなんか、電圧とかですね、電流が流れるようになるとかっていう形の、現象とかってことをなんか見たことがあるかもしれません。ないかもしれませんね。ちょっとこれなんか教育によるんですけども、まあそういうことになるわけですけども、その過渡的な部分、その落ち着くまでの部分っていうのと、その落ち着いた後、定常な部分っていうふうになんかいろいろとその分けていろんなことを解析したりするかもしれませんが、そういうふうな、そのなんか時間発展とこのなんか定常分布っていうのは、まあ、考え方としては相性がいいわけです。ただし、この定常分布の定義そのものの中には時間発展という考え方は何もないわけです。で、今言ったのは何かっていうと、例えばそのなんか電気回路のなんかスイッチを入れて、その落ち着いたところはそのなんか定常的な状態になっているというふうに思うわけですけども、そういうふうにですね、なんかその時間発展を伴ってずっとなんかその続けていくと最終的に定常状態に落ち着く。いうような振る舞いはですね、割とこう、なんか望ましい性質なわけですね。で、変な設計をしてしまうと、そういうことがなくてですね、不安定になってなんか発散してしまったりとかですね、あるいはただなんか振動するとかですね、そういうことがなんかあったりするわけですね。それは割とですね、そのシステムの設計としては困るわけです。で、こっちで言うと、この定常分布の、定義の中には、その時間発展っていう言葉は何も入ってません。なんか時刻を表すような、なんかパラメータ t とか何も入ってないわけですね。で、その二つをですね、そのやっぱ関連付けたいわけです。その時間発展っていうところが定常分布っていうのは関連付けたいわけです。で、それをですね、してくれるのがこれです。で、これ命題。で、証明は難しいのに省略するんですけども、何かというと、水行列 P を持つマルコフ連鎖を考えて、その時にですね、この P の M 乗っていう、行列積を考えます。で、ある自然数 M が存在して、その成分がすべて正となるとき。ただこれ自然数なんで、0以上の正数、なんであるかはわかりませんけども、何でもいいです。だからそれは1かもしれませんし、2かもしれませんし、364かもしれませんし、何でもいいです。で、その、P の M 乗の成分がすべて正となるときに、次が成立します。で、一つ目。定常分布 π っていうのは、1に存在する。つまり、ただ一つだけしか存在しません。ということになります。で、その時には、この、P と T 乗の復元っていうのは存在します。で、その P の、T の T 乗っていう行列が存在するんだけども、その行列の各行が全部等しいですよと。で、それが全部 π なんです。この時に聞かない方がいい。全部これは π なんです。だから、先ほどのですね、天気の例ですね。天気の例っていうのは、この条件を満たすんですね。M を1として満たします。じゃあ、書きますね。天気の例は M を1として満たす。満たすのは何かっていうと、P そのものが各成分を、正とする行列になってるわけです。ですね。で、P の1乗っていうのはこれ P そのものですから。で、その時にはちゃんとこれは存在していて、その各行が π になってたと。あ、π になってたってことは、先ほど言ってませんけども、実際それ π になります。はい。で、それ以外に定常分布存在しませんということになります。だからこれは何を言ってるかっていうと、上の過程が満たされるとき、これですね。この過程が満たされるときには、どの初期状態から始めても、先ほどの話を思い出すと、この行が必ずその、π を、やっぱり、なんか、どんな確率分布でもいいんですけども、それをいないからかけてあげても、こう出てくるものが、π になると。いうことになるわけです。いいですかね。何言ってるかわかんないかな。何言ってるかわかんないかな。どの初期状態から始めてもって言ってるのは、このどの確率分布を左からかけても、この行列ですね、列に左からかけても、そこから出てくる、ベクトル確率分布は π になるということになります。つまり、これによって定常分布という概念と、その時間発展、その極限における、分布というものが関連付けられたということになります。ただし、この命題においてそれが言えるのは、この、条件が成り立つ場合だけです。で、そうじゃない場合は、もしかしたら、この1、2っていう、
性質が成り立つかもしれないし、そうじゃないかもしれないということになりますので、それは注意をしてください。よろしいでしょうか。じゃあですね、この、威力を感じるために、ちょっと、次の例を見てみましょう。ここまでいいですか？ちょっとね、私の説明もあんまり良くないと思ってるんですよ。だけども、ちょっと私が説明が下手でよろしくないということですけども、じゃあ次の例見ましょうと。これ先ほどの例ですね。先ほどの、天気の例です。で、天気の例では、この π イコール、3分、あ、8分の3、8分の3、4分の1とすると、実際の πp っていうのを計算すると、π に等しいということがわかります。ということなので、この π は、このマルコフ連鎖の定常分布。つまり定常分布っていうのはもう一回言うと、πp イコール π を満たせばいいので、ですね。ので、これ定常分布です。ですね。で、今、この p という水行列の各成分は正なので、先ほどの命題から、p の t 乗の極限点が存在して、その角行が π に等しいと。つまり、この行列っていうのは、8分の3、8分の3、4分の1、8分の3、8分の3、4分の1、8分の3、8分の3、4分の1になるということが、先ほどの命題からわかるということになります。あ、しまった。ちょっとさっき言わせたことがあったんで、すいません。言いますね。先ほどこの命題がこれ証明しないっていうふうに言ったんですけども、もしこれ興味がある人、ぜひ、このペロンフロベニウスの定理という、キーワードでしょ、調べてみてください。行列に関するですね、理論というか、線形代数学っていうのはですね、やっぱりすごく発達していまして、皆さんがですね、1年生の時にこう勉強するだけでは全然もう足りないんですね。もうそれだけではですね、理工学を進めるには足りない。残念ながら。だけども、まあ、一年生でやってる内容っていうのはもちろん基礎なわけです。では、その、まあ、基礎を超えたところにこういう話があったりするわけですけども、まあ、このペロンフロベニウスの定理、ぜひ調べていただくと、まあ、特にこの確率行列ですね。確率行列であるとか、皮膚行列ですね。成分が全て0以上であるような行列に関する性質としてですね、いろんなものが知られていることが分かって、その中で一つもペロンフロベニウスの定理というのがあります。で、これはですね、そういう行列の固有値とか固有ベクトルに関する定理です。で、いろんなところで使われるんですけども、特にまあここら辺に応用があるという形になっています。ぜひ調べてみてください。はい。それで今、この例は終わりですね。で、いいですかね。はい。で、今ですね、この8分の8分の3、4分の1というのが分かっていれば、この計算によって、あ、確かにこれが、この π が定常分布なんだなってことは分かるんですけども、我々、まあ、普通の場合、これ知らないわけです。8分の3、8分の3、4分の1。ということは何かっていうと、この πp イコール π っていう方程式を普通の場合は、皆さん自分で頑張って解く必要があります。で、その解き方っていうのを一応ここに書いてあります。で、まあ、どういうことかっていうと、まあ、だからどのようにしてこれを見つけたのかと言われると、まあ、この π を π1、π2、π3 と置いて、この π1、π2、π3 っていうのを定めるという、方程式を解くわけです。だからそれは、何をするかっていうと、まずこの πp イコール π っていうのを成分に分けて、この、3つ方程式を作ります。あとですね、この π というのは確率分布でなくてはいけませんから、この成分を足したら必ず1になるという、こういう条件も必要になってきます。で、この4つを使って解くということになります。なんでこの4つ目の条件が必要なのかってことは、皆さんその固有ベクトルの話とかですね、そういうことをですね、思い出すと、この πp イコール π っていうのを π が満たすときには、この π のスカラー倍っていうのも、この方程式の解になってしまいます。ということなので、そのスカラー倍のその自由度をなくすために、この足したら1っていうのをつけてるということになります。まあ、本来はですね、この π1 プラ、えっと、えっと、π1、π1 と π2 と π3 っていうのは全部この、0以上じゃなくちゃいけないっていう、まあ、条件も、まあ、つける必要があるかもしれませんけども、まあ、この場合は必要ないということ、この場合、この例では必要ないということになってます。はい。で、で、これを、この4つのですね、方程式を連立して解けばよいと。で、まあ、この解き方はいろいろとあると思いますから、まあ、皆さんやってみてくださいと。まあ、ここでは1つの方法、それでやってます。いわゆるなんか消去法でやってますって感じですけども、まあ、これ皆さんやっていてくださいということになります。はい。では、二つ目の例。これ先ほどのその、ぐるぐる循環する例ですね。だから、何でしたっけ。状態遷移で書くと、1から2、2から3、3から3。こういうふうになっていると。で、こういうものにおいても、マルコフ連鎖は存在します。マルコフ連鎖じゃないです。
これはマルゴフ演算なんですけども、定常分布は存在します。で、実はですね、定常分布は必ず存在するということは言えるんですけども、まあ、それは置いといて、定常分布は存在します。で、例えば、5、3分の1、3分の1、3分の1というふうにすると、あ、π をですね、π を3分の1、3分の1、3分の1とすると、πp イコール π という形が得られて、この π というのが、このマルゴフ演算の定常分布になります。で、ちょっとですね、注意しなくちゃいけないんですけども、このように π をこういうふうに言ってますけども、この日本語と次の日本語、このマルコフ連鎖の定常分布は π。という日本語の意味は違います。この二つの日本語の意味は違うんです。そして、それには注意をしてください。何かっていうと、上の文には何を言ってるかっていうと、π というものがあって、これは、このマルコフ連鎖の定常分布ですよっていうふうに言ってます。で、下の部分は何かっていうと、このマルコフ連鎖の定常分布っていうのを考えます。で、それは π ですよっていうふうに言ってるんで、下の文の場合には、π 以外に定常分布はないっていうことまで、この文の意味として含まれてしまいます。一方で、上の方の文は、π は定常分布だっていうふうにしか言ってないので、π 以外にも定常分布が存在するという可能性を残しています。いいですか？なので、演習問題ちょっとやっていただくと、定常分布をすべて求めようとかっていうような形の、問いの立て方をしています。で、そういう時には、本当にこの π、つまりこの3分の1、3分の3分、3分の1、3分の1、3分の1以外に、定常分布がないかどうかってこともちゃんと考えてください。確認をしてください。で、そのためには、先ほど言ったような、これですね。この、方程式を解いて、その方程式の解が一つしかないのか、それとも複数あるのかってことをしっかりと吟味してください。それ重要です。重要です。はい。で、そういうことで、まずこの π、これはですね、このマルコフ連鎖の定常分布なので、だから定常分布は存在します。定常分布は存在するんだけど、格言は存在しないということになります。で、それをちょっと次のページで見てみます。で、実際に、p の2乗、p の3乗、p の4乗っていうのをこれ計算してみました。で、そうすると、p の4乗が p に等しくなります。つまり何なのかっていうと、p の t 乗っていうのは、これは p か p の2乗か p の3乗かってことで、これ決まるんですね。で、どう決まるかっていうと、p になるのはこれ t モッド3が1のとき。で、p の t 乗が p の2乗になるのは t モッド3が2のとき。で、3乗になるのは t モッド3が0のとき。です。で、こんな形で、この p の t 乗っていうのが周期的に、変わってきます。つまり、p の t 乗の、極限存在しないと。だからこれ振動するわけです。p の t 乗これ振動しますから、これ存在しないと。極限存在しないということになります。よろしいですか？だから、定常分布があったとしても、この、p の t 乗の極限っていうのが存在するとは限らないということになりますので、それも注意をしてください。はい。で、最後の例ですね。これは何でしょうということですね。で、これは、どういうことかっていうと、これは、状態遷移図で書くと、まあ、状態が1、2、3だと思いますと、これは、1、2、3とあったら、1から2、3に行く確率が2分の1ずつで、2からは2にしか行かなくて、3からは3にしか行かない。こういう形ですね。で、これはですね、やっぱり、定常分布存在します。例えば、π を0、0、1とすると、これは πp イコール π っていうのを満たすということになります。だから、π はこの、マルコフ連鎖の定常分布です。で、先ほど言った注意なんですけども、このマルコフ連鎖にはたくさん、定常分布があります。ので、それは、ちゃんと、全部見つけてください。全部見つけて何なんだろうな。だから、これだけが、001だけが定常分布ではありませんから、それは注意してください。で、そうするとですね、この、行列、これちょっと、後で皆さん計算してほしいんですけども、自分でやろうかな。p の2乗で計算すると、これ p ですね、そのものになります。ちょっとやってみましょうかね。p の2乗は
00で、この先はできないな。量から書かないといけないですね。01。で、0、2分の1、2分の1、0、1、0、0、0、1。なので、ちょっとこれは、計算すると、これとこれの積は0。うん。これとこれの積は2分の1ですね。うん。なるほど。で、これとこれの積は2分の1ですね。うん。で、形になってきます。で、ちょっとやりませんが、0、1、0、0、0、0。やりませんが、やりません。これ0、1、0だから、これは、これと、これ、だからこれとこれかけると、これが積もんでいくとですね。で、ここもこうなっていくということですね。いいですね。はい。ということで、これ P と同じなわけです。だからこれ P の2乗と P は等しいから、極限はこれ P と等しいです。だからこの場合は、極限存在します。だから何かというと、これそのものが極限です。ですか。だけども、この極限において、すべての行が同じであるとか、すべての行がこの、マルコフ連鎖のこの定常分布に等しいのかっていうような性質は成り立たないというわけです。だからこういうような例もありますから、注意しなくちゃいけないわけですね。で、実際にこれは、ここにこうゼロがあるわけです。正じゃないような、成分があります。で、何乗してもここら辺は、ゼロのままですから、何かっていうと、つまり、任意の M、任意の自然数 M に対して、P の T、え、P の M 乗は、P の M 乗は、の成分で、ゼロ、正ではないものが存在すると。いいですかね。そういうふうになっているので、先ほどのそのペロンフロベニスの定理を使って、証明できるはずの命題の条件を満たしていないことになります。ということで、そういう場合にはこういうような、状況、現象も起きうるということになります。いいですかね。で、こういうのはですね、そのマルコフ連鎖の、推行列を作ったときに、その推行列の性質をですね、しっかりと見て、どのようなことが実際に成り立つのかってことは、ちゃんと吟味しないと間違った結論を導くことがあったりするので、それは注意をしてください。一方でですね、P の M 乗を作ったときに、すべての成分が正になるような M があるんだとすると、先ほど言った通り、極限が存在して、その極限の各行がですね、1位の、定常分布になるという、素晴らしい性質が成り立つということになるので、そういう、場合、嬉しいということになります。ただそのシステム、それはすごく安定しているということになるので、皆さんがですね、確率的なシステムとかってことを設計したりするときには、そういうような性質が成り立つように設計するということは重要かなというふうに思いますので、それは、皆さん、工夫をしてみてくださいということになります。はい。それでは今日のまとめ。今日はですね、マルコフレンサの話をしてきました。で、まずその推移行列や状態遷移図を使ってマルコフレンサを表現するっていうこと。で、時間発展の表現のためにチャップマンコルマゴロフ方程式を使う、特にその行列積を使うっていう立場を、用いることができるということが重要でした。で、ちょっと3つ目これ書いてませんけども、その定常分布っていうのと、極限における、率分布の、関係っていうものを最後にご紹介しました。で、もう一度言いますけども、この講義で使ったものは、正時離散時間有限状態、マルコフ連鎖と呼ばれるものなので、まあ、そうでないような話もありますし、この正時離散時間有限状態、マルコフ連鎖の、普通の、この基礎的な話でもですね、この90分で、扱ったもの以上のものがですね、たくさんあって、それちょっと、この授業では扱いきれないんですけれども、ぜひ、興味のある人は勉強してみてください。はい、それでは今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございます。